はい、皆さん、こんにちは、ドンちゃんです。今日はマインドフルネスの話ですね。これをめちゃくちゃ簡単に、まあ、誰にでもですね、できるように解説していきたいと思います。まあ、このマインドフルネスなんですけども、1日5分からでいいんですよね。無料でできますし、まあ、脳をですね、今も疲れた現代社会になってますけれども、脳を回復できる、まあ、やった方がいいということですね。まあ、いろいろ、これ、効果は言われてるんですけども、ストレス軽減、不安、緊張の解消とかですね、自律神経、集中力、心臓病のリスクにもあるなんて、最近では言われてますよね。あと、睡眠もですね、深く眠り たりいろんな効果が期待できるのがこのマインドフルネスですで企業もですねこれ取り入れてますよね google とかヤフーインテルマッキンゼーとかですね p g とかいろんな企業が今取り入れ始めているこのマインドフルネス世界で注目されてますね瞑想そこから宗教色を引いたものがマインドフルネスなだなんていう説明がされてたりもしますよねまあもう少し簡単に言うと今に集中することだというふうに僕は思ってるんですねなんでそんなことをする必要があるのかまあ、とにかく今は情報量が多いで ですよね、まあ、過去のことを考えたり、未来のことを考えたり、えー、それにプラスですね、まあ、メールとか SNS とか、まあ、いろんな人とこう、オンライン上でやり取りすると、さらにこの心配事が増えたり、考え事が増えたりっていうのが、今のとにかく現代社会で、まあ、それによって情報量が多いから、あの、いろんなですね、今病気が増えてっちゃってるのも、まあ、一つ、えー、影響してますよね。まあ、そういった時代だからこそ、今、マインドフルネスが見直されてるということですね。まあ、この社内でミーティングとかメールをしながら、SNS をしながら、 っていうようなまマルチタスクがこういう風にできるような今時代ですよね便利になったんですけども人間にはかなり負荷がかかってるということですねで常にですねまあ僕もそうなんですけども意識はだから散漫していろんなことをやっていろんなことを考えて疲れちゃってるで自律神経もですねそうすると乱れてきますし常に興奮状態とかですね常に不安を感じている緊張を感じているとやっぱり神経がですねバランスえ狂ってくるんですよねそうするとそれが発展すると僕はこう思ってるんですけどもつとかパニックとかそういった精神疾患も患ってしまう まあ僕も実際患ったんですけれども、ここに繋がってきてるなというふうに思います。まあだからですね、今に集中するっていうのは、一日のこの一瞬だけ、過去の未来もですね、いろんなことを忘れて集中することがですね、脳には非常に重要だし、それがリセットに繋がるということです。で、頭も心も休ませて、まあ、元のですね、自然な状態に体をするっていうのが、マインドフルネスのですね、まあ意味だと僕は考えてます。 で、あとはマインドフルネスのやり方。これはとても簡単なんですよね。とにかくですね、一言で言うと、雑念をですね、なるべく考えないで、もう今にだけに集中するだけですね。ま、あこれだけだとちょっと分かりにくいと思うので、ま、あ慣れるまではですね、これかなり難しいんですよね。僕ももう5年以上はマインドフルネスやってるんですけども、やっぱりですね、忙しくて仕事終わったすぐ後にマインドフルネスやると、雑念がですね、やっぱりどんどん出てきちゃうんですよね。で、頭の中はもう常に雑念のオンパレードですね。あ、あのメール送ってないやとか、あ あの人の変身どうしようかなとかですね。例えば、明日何やろうかな。過去にあんな失敗しちゃったな。いろんな雑念が出てきてるんですよね。マインドフルネスまだ、えー、おやりになったことはない方はですね、ぜひやってみてください。この雑念を振り払えば、マインドフルネス、とにかく成功だと思うんですけども、ちょっとですね、その簡単なやり方を解説していきます。この雑念の振り払い方ですね。まずは、姿勢ですね。姿勢はですね、僕は何でもいいと思ってます。まあこれ、いろんなですね、先生方のですね、意見を聞いても、まあこういうふうにあぐらを書いて、僕もやる場合は、 あるんですけどあの寝てやりますね、えー、寝る前に僕はマインドフルネスをしてますそれが一番体にですね無理な力が入らないでリラックスできる形だからですねまあ、やりやすい姿勢でとにかくマインドフルネスはいいんですあと目ですよね瞑想の場合はよくあのまあいろんなやり方あるんですが目をつぶったり半眼って言って半分だけ閉じたりっていうで僕はですね半眼の方をやってますねまあ、意識を半分残してあとは瞑想 え、マインドフルネス状態に入るというやり方をやってます。で、あとですね、まあ、あの、寝てやる場合は自宅のですね、電気の、まあ、目電球にしてですね、その明かりをぼーっと見るでもいいですし、まあ、ろうそくっていうのはなかなかあれですけども、少し光があるとそこに集中しやすいっていう、これはなくても個人的には大丈夫だと思います。で、目の方を完全に閉じても大丈夫です。で、さらにですね、その雑念を振り払うコツなんですけれども、もうこれだけですね、呼吸に意識を向ける。まあ、いろんなやり方をですね、僕は見て、見てやってきたんですけど けどういうことかというと、あまあ、息はずっともちろんしてると思うんですけれども、吐いた時には,は吐いてます。吸った時には吸ってます。吐いてます。吸ってます。っていうのを、まあ、口に出さないで頭の中に初めはですね、繰り返して、 呼吸の状態を感じて、それをですね、なぞって、えー、心の声で繰り返すんですね。そうすると、余計な雑念を考える暇がなくなってくるんですよね。で、初めはですね、これをやっても、えー、もうほんとですね、数秒で雑念がすぐに入ってくるんですよね。また明日何やろうかなとか、あれ欲しいなとか、あれ失敗しちゃったとか、そういう雑念がすぐに入ってくるので、入ってきたら、あ雑念、雑念、雑念と、雑念を今度なぞるんですね。そしてまた吸ってます、吐いてます。っていう風うに、呼吸に意識を集中するということですね。 これはですねリバッサナー瞑想法といって で呼吸に意識を向けるというやり方で、まあ、どちらかというとこのやり方を取り入れた方法ですねまあ、体の今の状態を観察とにかく痛いかゆいとかですねかゆみも出てきたら痒い痒い全部なぞってなぞってなぞって今に集中するっていうやり方ですねそうするとマインドフルネスの効果的な状態に入るということですね30分はですねマインドフルネスかなり難易度が僕は高いと思います5分でもですねかなり始めは難易度が高いんですけども、まあ、まずはですね5分を目標に やるととそれでもいいと思い思ます一番肝心なのは、もう一日、三日ポーズで終わるんじゃなくて、まあ、毎日ですね、やる。まあ、これですね、一日やったからといって、次の日何が変わるのかってあんま変わらないんですよね。ただ、半年、一年続けていくと、集中力が上がったりですね、睡眠の質が良くなったりとか、えー、心が安定したりとか、あんまり過剰に悩まなくなったりとか、まあ、そういった見えない効果がじわじわと出てくるのが、このマインドフルネスですよね。で、あとですね、まあ、あの、ここは気をつけていただきたいんですけれども、まあ、稀にですね、 不安や緊張の増加など、まあ、万が一異変がある場合があるので、まあ、体がですね、あまりに不調な場合は無理してやる必要はないですね。ただまあ心がちょっと乱れてるな、興奮してるなという時は、まあ、目を閉じて何も考えないでじっとしてる心のですね、声を静かにするっていうだけでかなりリラックスできると思うんで、そこから始めればいいと思います。無理をしないということですね。ということで、一日とにかくどうでしょう ?5 分でいいということですね。で、マインドフルネス、なかなかはっきりとした効果は実感できないんですけれども、もう科学 的にですね、これれれもも解明され始めて、てまあ、あの有名な企業も取り入れてるととにかく情報量が、この多い社会は逆にですね、このマインドフルネスを積極的に取り入れないと、やっぱりですね、体のバランスが取れなくなってきている時代、というふうにも言えますよね、まあ。なかなかそう考えると難しい時代なんですけれども、だからこそ、まあ、マインドフルネスですね、ちょっとやってみて、えー、それでですねあ、ちょっとストレスが少なくなったなとか、疲れにくくなったなとか、まあそんな効果が出てきたら、えー、すごくね、無料ですからね。ということで、えー マインドフルネスの話でした。まあ、今ですね、ドンチャンネルはですね、2つチャンネルがありまして、こういった健康情報をこちらのチャンネルに移してます。なので、まあ、これを機にですね、もしよかったら、えー、チャンネル登録していただけてると嬉しいです。ということで、えー、また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。